本物っすか、すげえ。焼き上がりにネギを。ネギって何？ネギこれか、はい、焼いた後に乗せる、はい、そう、辛味と辛味どっちどっちどっち、まっすぐです。はい、あんま赤いやつです。なんてやつでですけ。ちなみに食べログ評価 3.7 です。すごいっすね。お、桜が咲いてます。このお店です。すごい。ここです。これ人気なんですか？人気です。割と銀座だったらここです。いやいや、みんな帰らんのおかしいよ。帰りましょう。福ちゃん、カルビ食べたいの？こんだけカルビ好きな。え、予約してるの？4名でしょ。4名になりました。1人消えました。あ、ちょっと消えました。ほら、桜がイベント中です。桜イベント、桜イベント中。え、これ、セーブス？増加じゃないですか？本物です。あ、本物っすか、すげえ。すごい。これでもあの桜すごいっすね。すごいっす。ちょっと離れていい感じですね。じゃあ、パンタンプロデュースに任せていただけます。いや、もうどうせカルビ一択でしょ。いやいや、そんなマンネリ化して。いやいや、もうやめてください。なんでなんで、怖い。コンテンツコンテンツ大丈夫大丈夫。編集のプロなの。炎上のプロなの。炎上のプロじゃない。やめてください。でもさ、コーラで。コーラで、はい、もうないんですか？いやだな。ハイボールで。ハイボールで。流されやすいけど、カルビとタンとかどうじゃない。タン、厚切りと他の人のことは。ミスんな。ムーディーな感じがいいですね。福ちゃんのコンテンツ作成に僕ら協力させられてるから、うん、みんなで肉の集いって言ってください。せーの、肉の集い。こうつこうつこう。もちろん。いろんなパターン取ってきますね。ちょっと悲しい時の肉の集いとか。いくよ、悲しいな。悲しい。悲しい。せーの、肉の集い。ハレンチなバージョンですね。ハレンチ、ハレンチなバージョン。考えて。ハレンチ。はじけ、はじけ。考えて。そう、ハレンチな。もう、あ、もうダメっていう瞬間。あ、もうダメっていう瞬間。いくよ、せーの。肉の集い。やばいよ、もうハレンチだね。この店で一番ハレンチでした。一番ハレンチでしたね。空気を満たしました。最高です。撮れてますよ。今日のゲストは富山県氷見市からお越しいただきました松木恵奈さんです。よろしくお願いします。富士山といえば関西弁は。そうですね。焼き上がりにネギ。ネギって何？ネギこれか、はい、焼いた後に乗せる、はい、ネギしちゃう。鉄板いっぱいやん。どうしよう。まあ先食おうや。野菜から食ってってことです。じゃあちょっと今改めてメンバーの紹介をしたい。カルビとチャーハン。え、めっちゃ美味しい。今日ラストオーダーまだだからっていう夢のような。美味しそう。ハラミとカルビやばい。いつぶり。これ全部オープニングで使っていいですか？ハラミとカルビ。いただきます。キャベツはね、キャベツはこのままいける言ってましたから。めちゃくちゃ美味しい。キャベツ太郎って知ってます？わかりますよ。キャベツ太郎わかります。キャベツ太郎わかります。東京の人はあんま知らないですよね。え、なんで東京売ってないんですよ。え、嘘、マジで。富山売ってるらしくって。じゃあ焼くか、焼くか。焼く、おわ焼く、おわ焼く。もう焦げ取るよ。縦に入れます。焼き肉のアカウントは何て調べてる？僕焼肉って言えば多分出ます。一番上に出ます、多分。あ、出てきます。ここなんて名前？デデデデスケ、ホルモンデデスケ。スケって感じ？いや違う、ひらがな。先に牛タンが来たんで、牛タンを4人前。何でしたっけ？冷麺するか。お願いします。あ、すみません、お願いします。こっちは。え、もうお母さん。いやいや、お母さんじゃねえ。お母さんじゃねえわ。ね、でもすごくない？焼肉で一番上に出てくるってすごくない？めっちゃすごい。普通にすごいな、これ。だって僕が支援してる。焼肉で一番出てます。当たり前じゃない。すごい。支援しなかった。え、これなんかあるんですか？インスタとか SEO は。当たり前じゃん。あるんだ。わかんないとか言う人は。わかんない。わかんないふりすんのやめて。毎日上げてますからね。いや、ほんと秘密の戦略で全部やられてるから。わかんないとか言って腐れてるだけだ。すごい、インスタの SEO 知りたい、朝日。知らんから、知らんから。怖いわ。たくちゃんの焼肉って、かわいい。ありがとう、ありがとう。3時間待ちの焼肉やる。確かに。すごい。焼き取れなくて、いつ電話しても電話取れなくて。1時間ずつ並びました。やば、並んだことがない飲食店で。並べないんです。僕もあんま並べないですね。でも肉のためなら、また。サーターアンダギーやわ。並ばないです。サーターアンダギー。焼きたより肉。いや、本当に並ぶの無理。並んだことない人生で。牛タン。レバーのステーキちょっとしてんじゃん。うわ、確かにこんな感じ、きっと見ぬわな。大麦ですかね、これ。大麦のレバー。うん、すごい。肉の。表参道。やっぱレバーはね。このレバー、ちょっとこの動画見ると食いたくなるっすね。うん、すごいですね、本当に。めっちゃ肉。食べて食べて、焦げちゃう。あ、そう。カルビいっちゃう？カルビいきましょう。カルビいきます。この下たる。何やったぐらいもや。
やばっ、油えぐいねこれ。いけんな。握手握手初めて。さっきおった。いや今日初めて。おかしい。 It's strange。 ストレンジ。 It's strange。 ストレンジ。 Weird。 It's strange。 なんかあれだね、いるよね、マーベルのキャラでいるよね。ストレンジ。強みってこと。強み。それはストロング。ストレンジは不可思議なね。キジュちゃん実はお腹高いの。私は永遠に食べれる。永遠に食べれる。大食い。それでそんなに遅いの。え、優しい。どうしましょう。本当にマジで。え、あだ名カービィなんで。カービィ。どこが。あだ名カービィ。あだ名カービィと。どういうこと。無限にやられ放題。無限にやられ放題。どういうこと。めっちゃ広いすぎだから。カービィとどう結びつくの。産みつけられ放題じゃん。めっちゃ復活強い。彼らいろんな人に産みつけられて、ヨッシーとかに産みつけられてさ、マリオとかに産みつけられてさ、マリオカービィでやってるやつ。そうなの。スマブラで言うたらめっちゃ復活強い。あ、そうそう。いや、それは褒め言葉です。褒め言葉じゃないか。でも、わがままボディを褒め言葉やろ。食いつきすぎやつから。だから、それが嫌なんです。でも、男性からしたらどれが理想なんですか。だから、わがままボディって、本当に、深くは遅いです。いや、深くは比べられたら、もう、変わったもんじゃないですよ。肘を乗せる。本当に嫌だ、カービィとか言われるから。わがままボディ。違う、本当に、本当に。性的な意味でのカービィって、めちゃくちゃ言われる。よくわからへんわ。いや、見る見るうちに太るんで、マジで。いつもこんな感じなんですか。自分ですか。土日、土曜、金、土、変わりないとな。これ以外よくわかんない。